みなみのマイアミチャンネル。今年はあと何日かな。今年も残すところあと325日となりました。みなみです。マイアミではありません。腹巻きのせいなのか、それとも服のせいなのか、すっぱだかで体重を測ると50キロなんですけど、服を着て測ると51キロなんですよね。っていうことをちまちま気にしてる私です。気になっちゃうんだって。太ったのかな、意外と気にすんだよね。可愛いでしょ、女の子っぽいでしょ。降りたくない。知ってます、ハロ。ガンダムに出てくるこういう目が点のさ、パタパタパタって、私あれ好きすぎてね、持ってたんだよね、おもちゃ。ハロ書けるかな、ちょっと待って、ハロ書きます。ハロちゃん、なんかね、しかもこれ声がね、三石琴乃さんなんだよ確か。あ、かけるかける。知ってます？ハロ。これです。これ飛んでる時のハロ。領収書の裏に書くのよってね。これで、パタ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 って出てきて、ハロ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 とか言うんですよ。で、ラクスって、私が見てたのはシードなんで、シードにはラクスっていう歌姫が出てくるんですけど、ラクスはもうボヤンってしてるから、でもラクスはすごいんですよ。ポヤンってしてるけど、精神年齢何歳って感じの16ぐらいの女の子なんですけど、なんか、まあハロさん、それは素敵ですねとかね。あ、違う、ちょっと違う、モノマネ下手くそだった今。田中理恵さんっていう声優さんが好きだったんですけど、田中理恵さんがやってたんですけど、すごい素敵で、うん、これからいろいろと進んでいきますねみたいな、ハロちゃんもみたいな感じで、ハロがハロラクスハロ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 とか言って、ピピピピピピピっていっぱい飛んでるでしょ、こう庭を。あのアスランっていう婚約者が作ってくれるんですよね、なんかそのマシーンを作るのがすごくて。アスランは天才で、キラが天才か。そう、私高校生の時キラすげえ嫌いだったんですけど、なんかキラヤマトってすげえ人気だったんですよ。でも私はキラが嫌いだったんですね。キラが嫌いとか言ってダジャレみたいな。キラが嫌いだったんだけど、今はキラが好きですね。で、キラにそっくりって言われてて、私、なんか中身が。なんかいつもああいうできる親友に助けてもらう、どうしようもないやつみたいな。で、生き残るタイプみたいな。で、あ、でも確かにできる親友がいたんですよ。その時ももうテストで100点常連みたいな。なんか私の周り本当に頭いい人が、頭いい、うん。でもね、あのさ、優等生と優等生じゃない頭いい人っているじゃないですか。意外にも、あ、どっちもいるんですよ。優等生で悩んでる子と優等生じゃない天才もいて、なんか本当に頭いい人が多いです私の周り。私はこんなになんかテストとかクズなのに、すごいですよ本当に私のテストの点数。でも私自分のすごい好きなところは、テストでなんで点数取れないか分かってますっていう、またねこういうあのバカな発言をするんですよ。あのね、なんでできないんだろうとか思わないんですよ。うん、できないのは当たり前です。で、勉強してないんだもん。勉強してない。で、なんで勉強しないか。で、ここが私の、ウィークポイントですね。弱い点です。なんで勉強しなきゃいけないかがわからないからです。で、それを先生に聞くんですよ、まず。どうしてこれをやらなきゃいけないんですか？で、なんで聞いちゃうかっていうと、興味がないからなんですよ。で、興味を持たせたいんです、自分に。この分野について、何か興味が、持てないかなと思って、自分なりの試行錯誤の結果として先生にまず聞くんですね。
でも先生はやらなきゃ大人になれないって言うんですよ。だからやらなきゃ大人になれないってやらしいよね、ちょっとそういうことじゃないんだけど、やらなきゃ大人になれないって言われる。だけどやらなきゃ大人になれないってどういうことって思うんですよ。でそれを先生と議論し始めて、でも議論してくれるいい先生もいたんですよ。だから議論してくれる先生は私大好きだったんですよ。あ、素晴らしいな、この先生は、こんな私のこういうことに付き合ってくれて、何時間も何時間も放課後に話してくれたりとかいた先生もいたんですね。ただそれをやってくれた先生は倫理の先生だけでしたけど、だから私は本当に不登校手前でしたけど、倫理の先生のためだけに学校行ってましたね。倫理の先生と親友と、なんかそのお弁当食べる友達がいて、その子たちだけは、ああ、みなみはしょうがないねとか言ってくれるから、その人たちに会うためだけに学校に来たんですよ、私は。もう行きたくなかったね、それ以外は。って行く意味がわかんない。わかんないっていうか、その学校自体はもう行く場所なのかっていうのが常にやっぱり頭にあったので、で親にも聞いてました。親は先生だったので、どうして学校に行かなきゃいけないんですかって、常にその問いかけだったんですね、私の青春は。で私は高校時代の時に、どうして人間が、まあ、昔から変わんないんですよ、どうして人間は死ぬのか、なんで死ぬということが分かっているのに生きなきゃいけないのかっていう、その誰なんていうの、ほらもう考えてもしょうがないテーマについて考えるのが好きだったので、その母親に言われた一言は、行く意味なんかないよって。でただ現実的な話をすると、就職の時にって思うと、親としては行かせたいと思うと。だけど学問的なことを言うならば、その死について考えたいんだったら、それについて解明してこいって言われたんですよ、高校の時に。それを解明すると思えば行く気にならへんって言われて、あーちょっと一理あるって思って学校行きましたね。学校行きましたねっていうか、なんかその答えは好きでしたね、母親の。母はやはり、やはりだって。母はね、先生なんですよ、やっぱりそういうところは。純粋な教師なんですね、あの人は。だからそういうところは私はすごい好きでして、じゃあ解明したろうと思って、図書館にこもり、ただ授業サボって図書館にこもるとかもよくやってましたし、座って話聞けないんですよ、私。座学が本当に嫌いで、うろうろしてたら話聞けるの、私。こう、立ち上がってうろ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 、あ、違うよ。大切な人とか、自分が尊敬する人の話はもうぴったり応じて話聞くんだけど、別に特段興味がない人の話については、聞けないんですよ、その場に座って。だからもううろ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 、立って勉強するんでしょ、私勉強するとき。記憶力、自分の脳の構造はある程度理解してるつもりなんですね。どうしてこれが、やっぱり不吉祥なんで、すごい、あとね、やっぱり発達障害では何だろうな、検査に引っかかってるタイプなんで、大丈夫だよ、みんな生きてるから、私もみんなも生きろ。それで、何かっていうと、私は立って活動してないと話を聞けなかったりとか、覚えられないんですよ、物事について。だから、すごい、日本で言うと、ものすごい大変で、こう、日本って座ってお話聞かなきゃいけないでしょ、勉強の時とか。で、立ってやるのがすごい私には快適なんですって、いくら説明しても日本って分かってもらえないことが多くて、アメリカに行くとね、これが普通なんですよ、それが。アメリカに行くと、あ、お前の好きなようにしろって言われるんですよ。お前のベストを尽くせって言われるから、あ、 ありがとうって言って、私教室でうろうろうろしながらこう先生の話聞いて、ああ、なるほどなるほどってやるのがすごい好きだったんですね。で、多動症ですよねっていう感じのことを言ったら、いや違う違う違う、それはお前の個性と言ってタレントだからみたいな。タレントって英語で言うとすごい才能ね。いい意味の才能のことをタレントって言うんですけど、それはお前のタレントだから別に俺は言うことじゃないって言って、ただお前すごいいいぞって、なんかそのお前が持ってるものを、君が持ってるものをね、どん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 生かせばいいんだよって言って、そこに対してじゃあこうしなきゃいけない、こうしなきゃいけないっていうのは俺が言うことじゃないって言って、それは神様が言うことだから従えばいいみたいなこと言われて、なんていい国なんだと思いましたね。だからね、留学した時に友達はストレスでどんどん太ってったんですけど、私はね、なんか快適になってってどんどん痩せたんですよ、すごい。そう覚えてるな。だからといって英語ができるわけじゃないんだよ。なんだけど、やっぱり外国は好きです、私は。外国っていうか、いろんな人がいるところが好きです。
あの日本でももちろん別にどこの国がどこの国がっていうのはちょっとあんまり好きではないんですけど、やっぱいろんな人種の人たち、だって私だって人種違うわけでしょ、いろんな人たちがいる環境っていうのはなかなかにね素晴らしいし、やっぱり私は結果論でいく世界が好きなので、型がどうこう型がどうこうっていうのはね、空手やってやっと分かったの、型が大事っていうのは。だけどそれはあくまでああいう武道の世界とかああいう世界は確かに型が大事だけども、勉強に関してはね、私ね型に埋もれると多分あんまり良くないなっていうのはずっと感じて生きてきましたね。そうという人生でございます。だからね、私なんか学ぶとか知識とか学問とかについてはね、結構こういろいろあるよ。苦労してるから。やっぱりね、難しいよ。私のような人間が、私のような人間がって、卑下してんじゃない、私自分のこと大好きだから。違うの。私のと似たタイプの人がね、この国で学校に行って、義務教育を受けて育つっていうのはね、結構大変だと思うよ。うん。というのはわかる。すごい。うん。というか、やっぱり教育が問題だよね、この国は。教育じゃないことを教育だと思い込んでる節があると私は思ってますので、なんかこう、教育がビジネスになってるんだよね。それは違うと思う、私は。やっぱり教育は無償であるべきだと思うし、それができてたのが戦時中じゃねえな。戦後すぐぐらいじゃない？そっからもうダメだよね。と思う、すごい。っていうね、教師の娘が語る。そしてなぜか私も今先生をやってるというね、先生にだけはなりませんと思ってたけど、なりません、なれません、なったね。聞いちゃうもんね、生徒に、大丈夫こういう先生でって。でもね、だから愛はあるよ、すごい。私もう目に入れても痛くないよ。生徒さん、生徒さんって呼ぶのも嫌いなのね、本当は。生徒さんじゃないもん、生徒さんって言ってるけど違う、彼女たちから我が常に学んでるから、私にとって先生ですっていう、インド式のこういうのが常にあります。だって私より全然才能あるし、私よりっていうか比べるものじゃないんだけど、でもルイは友を呼ぶって思ってるので。まあそんな感じで、あ、だからちょっと宣伝しとく。私のダンススクールはですね、踊りたいけどどうやって踊ったらいいかわからない、踊りたい曲があるけどこんなのベリーダンスで踊れるのか、ベリーダンスって何、難しそうだけど楽しいのかな、どうかな、生活に踊りを取り入れてみたい、彼氏と喧嘩した、旦那と喧嘩した、なんだ最後のこの2つって思ったでしょ。私がダンスきっかけ始めたきっかけはね、ここだから。彼氏と大喧嘩、ストレスマックスで、急に母親が言う、どうすればって、今までバレエも何も習わせてもらったことないんですけどっていう話が多分一番初めだったねっていうのをね、ふと思い出し思い出し、調子乗ってんな今日、雪だからかな。というわけで皆さん、まあいろいろあると思うんですけど、頑張ろう日本、大丈夫大丈夫大丈夫。もう怪しい宗教みたいになってきた。シラフですからね。炭酸。ただの。ウィルキンソン。言ったっけこれ。あ、漢方飲まなきゃ。そう。ね、知ってる？漢方とか粉薬嫌いな人たちいるでしょ。私も大嫌いだけど。あれをね、よく飲む方法があるの。それは、たった一つ。炭酸で飲むということです。ちょっと試そう。これね、つむらお金くれないかな。すごいこと言うんだよね。つむらです。つむらの半夏写真糖という、半夏写真糖じゃないんだって、半夏写真糖って言うんですよ。写真ですよ。これ
膵臓にすごくいいんですよ。で、あ、食べ過ぎたな、膵臓キリキリしてきたなの時はこれで、これ、まあ、苦いですよ、漢方だから。で、まあこれ全部飲んじゃいけなくて、これ半分なんですよ、まず。でこれを炭酸で飲むとどうなるか、ちょっと実験。半分をくわくわ、うん、やっぱりそうだよ、口で消えた。あのね、想像以上で、やってみ、粉薬入れる炭酸、強炭酸がいいですよ、特にあのウィルキンソンおすすめです。炭酸を口に入れる、消えるの、口で。本当に、だからこれね、お薬飲めたねより飲めると思う。炭酸の方がお薬飲めたねだと思う、私は。だからあのおすすめです、あの粉薬に。だから粉薬得意な人なんていないと思う。私の弟ぐらいだと思う。私の弟はなんかね、すっごい好きだったの、粉薬がなんかちょっと危ないすぎない、違う、あいつはね、あの皆さん弟についてあの一言、長えな今日、言っときますけど、まだ大丈夫。私の弟はね、私と全く違いますからあのものすごいまともな人間ですから、あいつは。私はね、弟大好きなんですけど、まあ、ブラコンなんだけど、もうあいつのことが本当に大切で本当に好きで、頼りないけど、もう何かあったら姉ちゃんが守ってあるからって、姉貴やからっていうのはね、常に私思ってて、やっぱね、上の子っていうのは下の子を守るために先に生まれてくるんですよ。わかります？皆さん。あの、だから私はもうね、あのどんな目にあってもあいつのことは守り抜くつもりです。という、あ、守らなくても勝手にあの生き残るタイプだと思うんだけど、あの優秀なんですよ、すごく。大学の先生だし、あの我が家のスーパースター、ホームランバッター、私は永遠のルーキーっていうめちゃくちゃねっていう感じなんですけど、まあ、あのとにかく、あのとにかく、これ師匠がよくやってた、とにかくお前はこれをやるんだっていうのはね、師匠がよくやってたんだけど、あの粉薬を飲むときは強炭酸で飲むっていう、それはもう私からのおすすめライフハックっていうね。あのなんでこんなに熱弁したかわからん。でもね、本当におすすめ、口で消えるから、本当におすすめです。ぜひ試してみてください。というわけで、そろそろお時間になってまいりましたので、やだな、太っちゃった、1キロ痩せよう。今日からあのあんまりちょっとね、あの膵臓が痛くなるんで、がっつりはあの筋トレできないんですけど、軽い筋トレを今日からやると思います。というわけで皆さん、また今日も、今日雪だから気をつけてね。あの私ね、スニーカーしか持ってないんだけど、死ぬかもしれないけど、あのみんな安全に暮らしてくださいというわけで、じゃあまたね。Thank you.